どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリレッスン始めていきましょうということなんですけど、今日の、課題曲いきます。こちらドン、福山雅治さんの総合。いやこの曲今世界中にもう声高らかに思いを込めて歌っていきましょう。ああもうすごい曲です。今回なんとしかもフルコーラス全部やります。この規約。じっくりいきましょう。はい。本日は G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンで、こっちのね、初めてウクレレを使って、レッスンしていこうと思うんですけど、こっちの初めてウクレレは Amazon でですね、即ゲットできるようになっておりますので、ぜひ Amazon チェックしてみてください。さあ、いつもの流れなんですけど、2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、超シンプル簡単バージョンゆっくりやりますけど、これフルコーラスなんて奥深いですよ。歌のタイミング、コードの響き、じっくり味わいながら演奏していってください。心込めてね。はい。2バージョンなんで、後半はね、かっこいいバージョンいきます。かっこいいバージョンはですね、まあこの静と動、こういうこの対比が現れる、こうロマンティックにドラマティックに、エモーショナルにお届けしたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからね自分の人生どんどん音楽自分で生み出せるようになりますからね、ぜひ始めてみてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。シンプル簡単バージョンの方からいきます。福山雅治さんの総合をゆっくりとやってみる。1,2,3。好きなんだ君を、まだ好きなまま帰らぬたびへ行かなきゃ、泣いたり笑ったり食べ
たり眠ったり僕らは今生きてる。せーの、福山雅治さんの総合ガズレレリューシンプル簡単バージョンフルコーラスでていきました。ミュージックビデオもぜひご覧になってください。世界観とかね、もう世界平和とか、とにかくもう本当にね、歌詞の最後、僕らは今生きてる、これを実感するすごい曲です。今まさに歌いたい曲、心込めていってみましょう。そしてこの曲ですね、ワンブロックコード4つが結構出てきているでしょ。でこれゆっくりなんで初心者さんでもできるかなと思って、コードはね初心者コードだけでできてるんで、まあこのワンブロックコード4つ、なんとかこうね、食いついてやってみてください。ガズレレの、今の動画を見てもらったら分かるようにコードと歌詞が出てますからですね、ゆっくりウクレレ持って練習していただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんのシンプル簡単バージョンと一緒にできるようになったら、まず1個目のゴール達成で素晴らしいと思います。なかなか奥も、歌の奥も深いですからね、これ聞き込んでやってみてください。一緒にできるようになったよという方はおめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのやっぱり大変でしょうから、最初はやっぱりまず楽譜を見てですね、何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、大空に向かって、海に向かって、山に向かって歌う、こんなのが素敵だと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうです。安心してください。今の演奏はですね、ガズさんがこう手書きで書いているこのノート、このノートを見てね、今演奏してきました。こんな感じで今日も結構ボリュームがあります。このノート、こんな風な感じで、ちょっとしたらですね、画面にこんな風に大きく写して、みんなも書いてみたらいいじゃんということでシェアしようと思うんですけれども、まずこのめちゃくちゃいいサービスをちょっと紹介させてください。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた総合を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜の中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。総合福山雅治さんです。はい、今日は1と2でこう2枚にわたってます。フルコーラスでお届けです。はい、で本当はちょっとゆったりしたイントロが入るんですけど、もういきなり歌からいくという感じで、始めておりますが、ちょっと今日で見てください。この言葉のタイミングかなりですね、細かいですよ。で曲はゆったりでしょ。これワンブロックですけれども、さっきも言ったように今回シンプル簡単バージョンからワンブロックコード4つ、登場してますんで、ゆっくりやってもかなり忙しいから、もうかなりゆっくりでいいと思います。はい、でここちょっとね、ガズのノート今日かなり役立つと思うんですけど、ひとまずですね、こんな風に写しておくので、お時間ある方はこの通りに書いてもらうといいと思うんですね。一時停止で、はい、写しておきますが、今紹介させてもらったガズクラブで今日この楽譜のデジタルデータダウンロードしてもらってご活用いただくのも超ねおすすめです。ガズのノートの特徴はここの言葉の上に点とかこの棒がついているじゃないですか。これがリズムのガイドになってます。せーの、好きなんだ
だって、はい、好きなからリズムが入ってます。なんだ君もまだ好きなま、まだ好きのこの巣の上に、好きの感じの上に点が入ってる。好きなまま、うんうんみたいな感じで、これが V の字が休符なんですね。で、このね、めちゃくちゃこう分かりやすくこう伸ばすところとか、このブロックに対しての言葉の文字の位置関係とかめちゃくちゃヒントになってます。あと歌詞カードには載ってないこの伸ばすところね、好きなままここ伸ばすとか、こういうのはね、歌詞を見ててもわからないですから、ガズロンノート今日はかなりですね役立つことになっていると思いますので、ぜひガズクラブに入っていただいて、この楽譜のデジタルデータのね楽譜ご活用していただくのもねめちゃくちゃおすすめでございます。まあお時間ある方はこんな風に写しておくので、ゆっくりと書いてください。一時停止で書いてもらいたいと思います。はい、まずちょっとこれねワンブロックコードが映ってきてね、まあまああれなんですけど、ここだけくるっと囲ったらここだけかっこいいバージョンのコードが変わってます。これ G7 サスポーっていうコードが出てくるんで、まあ一応やったんですけれども、シンプル簡単バージョンはここコード2個ということでございます。はい、でちょっとこう映していくんですけど、ここだけちょっとですね、ここ2回目に出てくるサビなんですけど、ここがねワンブロックちょっとこっちにかけなかったんで、ちょっと分かりにくくなってます。でここなんですよ本当は。ここからサビが、2回目のサビが始まってる、ちょっとね、ちょっと書き方がね、分かりづらくなっちゃったなと思うんですけど、ちょっとこの、注意点として言っておきます。はい。ま、見てもらったらなんか分かると思うんですよね。ここからワンブロック4つになってるでしょ。ここが2回目に出てくるサビ。サビということになります。はい。はい、こんな感じですね。一時停止で書いていってください。今日はなかなか言葉のね、この、細かいでしょ？こことかすごいですよ。ね。いっぱい書いた。タイミングがね、ちょっと絶妙です。聞き込んでください。でここ感想をやって、ここブリッジパート、ここがまたねエモーショナルなんですよね。はい、変わる時代止められないっていうところです。はい、でちょっとここ分かったかな、2拍、ここ2拍止まるっていうところがあるんですね。これがちょっとね要注意ですね、要注意ポイント。はい、まあなんとなく動画見てもらったら分かると思うんですけど、こうかっこいいバージョンはタタっていう決めが入ってきますね。あ、で、今のシンプル簡単バージョンでも、この辺、タタとかいう決めがね、サビで入ってくるんですよ。ここはちょっと頑張って合わせてみて。タタ難しかったら止めるだけでもいいと思いますけどね。で、ここでまた、ちょっとゆったりしたサビが来るよということで、ここ伸ばすって書いてあるところは伸ばしてください。はい。このね、伸ばすっていうところと、静と動がこの曲はね、キーポイントかなと思って、伸ばしたリズムが、出てきたりとかいう感じですね。で、ここが感想なんですけど、ちょっとワンブロックコード4つだと見にくいですけどね、ちょっとここ理解してください。はい。そしてここから、最後のラストのバースに行くんですけど、まあ、A メロみたいな感じで最後やるんですけれどもですね。はい。こんな感じでございます。で、ここね、シンプル簡単バージョンで、ここ伸ばすって書いてあって、こっちも伸ばしたんですけど、かっこいいバージョンではここでちょっとリズムが変わってくるんで、今回こっちは伸ばすって書いてなかったんですけど、まあまあ、アレンジをちょっと、やってみてくださいということでございます。はい。ですかね。で、最後ここで、最後、今生きてるで終わったよということで、ガズレレオリジナル。ここだけはね、エンディングちょっとカットしてますけどね、ここで終わりましたということです。はい。じゃあコード見ていきましょう。この赤く囲ってるのはちょっとね、かっこいいバージョンで一回出てくるだけなんですけど、消しといて、はい、今今日出てくるコード言ってきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7、1、2、3、4、5、6、7、8個のコードでございました。はい。入門コードです。これね、今、いっぱいあるように見えるかもしれないけど、今映ってるのはね、入門コードのグループの、このガズレレ必須コードというこのグループのメンバーなんで、安心の入門コードなんです、これ。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、これを始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにドンと覚えようとすると、何がなんだか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、それではかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。さっきから何回見てるこれ歌のタイミングとメロディーが、やっぱりですね、毎回ちょっと違ったりするんですよ。よく聞いてくださいね。おとなしくなって戻ってくる時のサビなんかも、叶うなら僕が君の明日を、ここちょっとメロディーが違う。微妙に違うところがね、ちょこちょこ出てきますから。同じメロディーではない。ここら辺がやっぱり一筋縄ではいかないんですけど、そういうことの積み重ねがこの曲のですね、ドラマ性みたいな雄大なスケールを生むんで、まあ、聞き逃さないように、見逃さないように、原曲を聴いてもらってですね、ちょっとやってみていただくのがいいかなと。あと、静と動ってさっきも言いましたけど、伸ばすところとね、リズムがあるところと、このコンビネーションがすごく絶妙な感じなんで、その辺の意識して、溜めてゆったり、まあ、ゆっくりでいいと思いますから、やってみてください。じゃあ、かっこいいバージョンの解説、ここから入っていきます。かっこいいバージョン1個コード追加。一瞬です。G7 刺そう。これ簡単ですからね。G7 を押さえといて小指で1弦の3フレット。これが G7 刺そう。で、離したら G7。これはね、間奏で1
回こっきり出てくるだけです、イントロの。はい。まあまあすぐわかると思いますけど、これはやっていきましょう。じゃあ今日出てくるリズムの解説、こちらです。ドン。ガズペジオと16ビートのチャ。で、ここには書いてないですけど、伸ばすっていうのが結構今日はキーポイントになるかな、というふうに思います。はい。まあ、シンプル簡単バージョンでもね、伸ばすところは、A メロンとか、新しい夏、ゆりかおるおかとかの辺は、なんか理解していただけたと思うんで、その辺は大丈夫だと思うんですけどね。一応今日、だからガズペジオと16ビートのチャというリズムで、このリズムの解説、概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画がアップロードしてありますんで、ぜひ見てください。で、今日のこの16ビートのチャに関してはバラードなんでね、この曲、雄大ででっかくてスローでゆとりがある16ビートのチャがいいですよね。この雄大な16ビートのチャっていうのがなかなか難しいんですけれども、この動画が参考になるかなと思います。まあ、7つのね、ポイントみたいな動画なんですけど、これもね、さっき今のところの、ウクレレリズムのいろいろのところの中に入ってるんでね、ぜひそんなのも参考しながら、雄大な16ビートのチャサビでやってみてください。最初のうちはね、ガズペジオなんですけど、シンプル簡単バージョンで4つ弾きでやった雰囲気って結構やっぱ大事で、あの感覚が基本になるんですけど、それがガズペジオになって、16ビートのチャになっていくということなんですけど、伸ばすっていうところのね、やっぱりリズムのね、持っていき方が結構ポイントになるかなというふうに思いますが、ちょっとポイントになるところを言っていきましょうか。1回目のサビ、最初のサビが終わって、A メロやって、ご飯を食べようの後、ちょっとやってみましょうか。そして朝が来て、ご飯を食べよう、ダダ。ここですね。ご飯を食べよう、ダダ。はい、ここはダダって止まります。右手で止められる。それでその後サビになるんですけど、ここから16ビートのチャです。泣かないで君を幸せで、あれ、ここワンブロックコード4つの16ビートのチャで、チャが入れるところないんでね、チャ入れなくてもいいですよ。幸せであれ、二人で会えたことは、よかったこととダダ止めない、ここもダダですね。ここがキレよくいきたいところですね。この辺もメリハリです。ババってこうピシッと止める、こんな感じがいいかなと思います。あともそのまま淡々でいくんですけど、ちょっと難しいリズムとか一箇所あります。ブリッジパートの一番最後のところですね。変わる時代止められない、ただ一つのか弱き命がの後から E7 から、が弱き命がただであった、今のタイミングちょっと難しいですよね。ここちょっとキーポイントになるリズムかなというふうに思います。ちょっとレベル演奏と確認してみてください。あとはですね、シンプルっちゃシンプルなんですよ。この後はもう本当に、淡々と行く。リズムキープ。あと、決めもですね、今のがくらいですね。なんで、あとこれリズムのキープがやっぱり問題になると思います。雄大にガチャガチャしずに、優しく、ソフトなんだけど、うねりもあって、しなやかなビートというやっぱサビの16ビートのチャがやっぱり、ポイントかなと思うんですけどね。ドンタカツクドンタカツクドンタツクドンタツクドンタツクドン、はい、この雄大な感じ忘れないようにしてください。そしてやっぱりですね、この歌詞の持つ世界観とか、ミュージックビデオも映画のね、主題歌ということなんで、その映画のね、映像とかもこう織り交ざってね、すごい感情が高ぶる曲なんでですね、ほんと今いろんなことが起こってますけれども、そんなね、思いをね、もう願いを込めて歌う、そんなのがやっぱポイントになるかなというふうに思います。ちょっと心を落ち着けて一回深呼吸して、ゆったり気分でできる。まぁ、ちょっといろいろありますけどね、まあ、ゆったり気分でできると、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、やってみきましょう。福山マサールさんの総合ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。 好きなんだ君を、まだ好きなまま、帰らぬ旅へ行かなきゃ、とあの旅へ。泣かないで君を。
ないなら僕が君の明日も君の夏を何度も眩しくしたい。好きなんだ君をまだ好きなまま飛び立つ僕がバカだね。でも丸さんの総合ガゼレ流かっこいいバージョンやってみました。いやこれはですね2024年の、このあの最初にですね本当心を清めるようにして思いとともに歌いたい曲だと思います。時間かけてゆっくり取り組んでいきましょう。はい、ちょっとお知らせです。こちらのイベント、これ無料イベントなんですけど、2月17日、長野県の松本にあるイオンモール松本でガズレレの無料イベント開催します。島村楽器さんとちょっと面白いあの企画を進めています。詳細はですね、概要欄に貼っておくんでぜひ来てください。長野県、冬の長野県もいいですよ。お待ちしてます。そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とかあっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで、見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとか、キャップだとか、T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まず、ガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。